はいどうもリーベです。マリオカート8デラックスやっていきましょう。さっき観戦 してた時、あれ花ちゃんカートめっちゃおったんだけど、なんか今減ったな。でレート帯がここ割と良くてですね、自分に近い7000、今700なんですけど、それぐらいのレートの方がたくさんいるので、これはねいい勝負ができるんではないでしょうか。そしていい順位を取ればもちろん上がっていくんではないでしょうか。まあそれはそうなんですけど、さあ上がる幅がねという問題で、まずは5位。ここコース名忘れた、なんだったっけ。これ危ない、危ねえ。ここ1個使っちゃっ、やまあいいか。なんで今ジャンプアクションできんかったか。じゃあここはしっかり使って OK、 ショートカットとしていきましての3位スタート。まあまあ悪くはないんじゃないでしょうか。これ後ろ投げといた方が良かったかな。ジャンプちょっとジャンプアクションミスり気味だけど、そしてぶつかり気味、あんまり良くはないが、しっかりコイン取っていこう。しかしここブーメラン使えばよかったかな。赤コーラにぶつかってしまう。コインも4枚とそんなに多くはない。ただここは1個ぶつけて、先を見よう先を。これはちょっとミス、危ない。2つ取ってアイテム2つ、ここでキノコか。じゃあ1個使いまして、危ね、今落ちるとこだったな。さあキノコ使ってアイテム取って、ここ微妙な曲がり、5位に落ちてしまう。アイテム2つ取る。またここミスったよ。このミス痛い。このミスは痛い。このミスは痛い。この順位をキープしておけばしっかりレート上がってくれると思うので、若干壁にぶち当たり気味ですけども。ぶつかってきたよ。これだよ。良くない良くない。本当に良くない。危ない。いやー、ここのところね。ただアイテム最後2つ取って、ただね、6位。もう2つぐらい順位を上げていきたい。勝負。しかし結局6位。なんとも言えない順位。これはレートどう？ 5 ほぼ変わらず。さあ2レース目やっていきましょう。まあ相変わらずね悪い字ばっかなんですけど、現在レート7756まで上げてきたので、ちょっと待ってちょっとね、前回の動画以来なんで、だいぶ久しぶり。2週間、いや前回動画上げたのが10月4日だったと思うんですけど、ちょっと待って、走りが悪い。その前回の動画から多分ね1ヶ月はないけど2、3週間空いてるんですよね。でこの動画いつ出すかわかんないけど、2、3週間ぶりぐらいの実況、マリオカート実況になってますが、ちょっとね今の走りを見てもわかるように微妙な走りが、ちょっとそれは良くないよ、それは良くないけど、まあまあ6位に落ち着いている。だいたいそう、みんなレートが自分ぐらいなので、ほんとこの真ん中にいる感じ、これでまあいいと言えばいいかもしれないけど、やっぱりね3周目に入るとみんなね目の色変わるので、上位陣を狙っていきたいところ。そしてここ微妙に投げてくる。 OK、 よく当てた、これはでかい。そしてこれもしっかりスナイプ、よし消した。敵の緑コーラガードを消しまして、そこは痛いな、うまいな、うまいというか、ま、さすがにあれ避けれねえな。やばい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 。これ、ボンミス痛いな。さあ、一気に10位に落ちてしまいました。逆転の余地はあるのか。先頭2人、ドンキーコング2人、めちゃめちゃ速そうだな。これはちょっと、巻き返し、効くかどうか。あぶね、2つ。いやーお前取るのか、やられたらやり返されたか。
やられたらやり返されたか倍返しされたわ。くっそ、やばいな。このままだとレートがまた落ちてしまう。もうレートのことしか考えていないレートが上がればいい。ゼロ以上ならやっべやっべ。これ最下位、うーわ、マイナス15。あー、反省だ、これ反省。はい、3レース目やっていきます。マリオサーキットなんですが、ベビーパークが候補にあったので、ぜひともベビーパークやりたかったんですが、残念ながら叶わずということでマリオサーキットになりました。だけどマリオサーキットはまあ普通かな。でさっきのピーチサーキットは嫌いな方なんで、まああの順位仕方ないといえば仕方ないのかもしれないけどね、粘りが効かなかったっていうのはちょっと残念。粘って粘って1レース目みたいな5位、6位、そのあたりを取っていければまあまあそんなにレートも下がらないし、むしろ上がっていく方向にも向く可能性があるので、その順位取りたかったんだけど残念ながら。ただこの試合このレースで巻き返していかないといけない。毎実況ごとにねレートしっかり上げていきたいとは思ってるので、下げて終わるようなことはあんまりしたくない。さあコインを取りましてのアイテム取って、これ2位だね。2位で中盤まで来ている。ここまではね悪くないんだよな。でも投げちゃおう。2個投げてからの2個アイテム取ってガードアイテムを、うわー、キノコ2つだったら1位を狙いに行こうという作戦に変えますか。1個使おう、キノコ1個使って交換して、できればガードアイテムが欲しかったんだけど投げちゃった。しかもファイヤーフラワーで消されたな今。そうすると1位のドンキが独走状態に入っているので、これは青コーラ、いや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 、お前その順位、お前スターで当ててくるか。そこやるな。インコース、いやいや、このタイミングはあまり良くない。そしてジャンプアクション JA も決めれず、さあこっからなんだよな本当に。最後の一周が本当に大事。2個アイテムはさすがに今のは無理だったので、キノさん来た、来い、どうだ、3位か2位か、 OK、 よし。いやー、最後のキノさんでよく盛り返して2位。これはレート19アップ、これはでかい、ありがとう。次行こう。さあ3レース目いきます。マリオサーキットですね、また GBA の方です。ですが問題なのは、ちょ待って問題なのは 200cc って言おうとした瞬間にまたスタートをミスるという事故が発生しましたけど、でここはねもう 200cc は事故が多いから、とにかくダートに入んないことを。ちょっと危なかったな今。とにかくダートに入んないアイテムに被弾しない、それだけを考えていければいいはずなんですよ。オッケー、しっかり防御アイテムもつけて、しっかりここね、でなるべくコインも取っていきたいところなんだけど、そっちよりもやっぱり優先順位は被弾しないこと。よし、2位だ。ここで2位はでか、あー、そしてなんかミスったけど1位、なんかミスったけど1位だ。アイテムの使い方だいぶミスったけどね。さあただ安定してきているが、ここでこれは痛い、ここでこれ、そしてわ、でも今うまい感じで青コーラを避けた感じで来てますけど、 OK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 、 アイテム2個取って、まだわからん。うわ、ボム兵、お前ここでボム兵か。6位、あっ、5位か、なんか最後微妙だったけど、今回ここで終わろうかな。うん、多分プラスになったでしょう。プラス9、オッケー。はい、それではまた次回です。お疲れ様でした。さよなら。